私だよ一番。ほらよく見て、サエコだって。あ、やっぱさっちゃんかよ。一番にも見抜けないなら大丈夫だね。例の桂川も私を菜の葉だと思う。あ、この今のはあれだよ、引っかかったふりしてやったの。はいはい、それでも結構。それより桂川の居所が分かったよ。山下君の心変わり以外はね。本当にね。俺は多分きっかけが欲しかったんだ。桂川さんたちと腐れ縁を切るためのきっかけを。そうかい。実際はもっと単純なんじゃねえか。実は菜の葉に惚れてたりして。そうかもしれません。いいね山下君、案外順調じゃねえか。ごちゃごちゃうるせえ、てめえら二度と口が利けねえようにしてやる。そばに来たぜ。相手にならないんじゃない。私の番ね。怖いの。とっておき、それでも食らえ。かかってこい。食らえ。行くぞ。やるぞ。よっ、よし、見てなさい。目が回る。くらえ。私の番ね。ほら来いよ。とっておき、すべてはみんな勝て。かかってこいよ。絶対問題なしだ。俺の番だな。とっておきだ。くれてやるぞ。行くぞ。よし、怖いの。見てなさい。よし、行くぞ。さっきの威勢はどこ行ったんだ桂川。口ほどにもねえ。菜の葉に借りた金を返せ。この場ですぐにだ。そして今日中に偉人町を出て行け。次またこの町でてめえを見かけたらぶちのめすぜ。菜の葉と連絡取ろうとしただけでもぶちのめす。わかりました。だからもう殴らないでください。なら殴らねえよ、俺の手ではな。このクズが二度と女を食い物にするんじゃないよ。菜の葉さんじゃないって、じゃあお姉さんだったってことですか、双子の。いや悪いな山下君、せっかく勇気出して菜の葉の前でカッコつけてくれたのに。ごめんね山下君。いえ、まあ